アルカンタラは、スペインエストレマドゥーラ州、カセレス県のムニシピオ、タホカーの下子にある、イスラム勢力支配下時代、町は、アルカンタラとと呼ばれていた。1167年、レオン王フェルナンド2世が、イスラム勢力から町を奪還。1172年、アルモハドアサが、再び占領し、1221年に、レオン王アルフォンソ9世のレコンキスタによって、 ようやく解放された。このように、キリスト教国とイスラム勢力の衝突する辺境であったことから、1166年に、レオン王国がアルカンタラ騎士団を創設し、レコンキスタを戦った。騎士団に付属していた施設として、サンベニートでアルカンタラ修道院がある。アルカンタラには、トライアヌステ時代の103年から106年に建設された。 全長194メートル、高さ71メートルのアルカンタラ橋がある。この橋は、ノルバから5人ぶりがまでのローマ道の一部であった。自治体市長は、エストレマドゥーラ国民党エストレマドゥーラ統一のルイスマリオムーニョスニエートで、自治体表議員は、エストレマドゥーラ国民党エストレマドゥーラ統一、5、エストレマドゥーラ社会労働党、4となっている。アルカンタラは、 カセレス司法官カツクに属す。ありがとうございます。